続いては西村さんが秋田で見つけた歴史や文化を紹介する秋田深掘りコーナーです。今日のテーマはこちらです。没後80年矢田つせ子パート2もう一つの顔です、はい。以前もご紹介があったんですよね。以前はですね、県立大学の高橋秀治先生をゲストにお呼びをしましてですね、はい、矢田研究家というか文学研究家でいらっしゃるので、矢田さんの神楽坂という第3回の候補作品だったり、その背景なんかもご紹介したんですよね、はい。ただこの矢田さんというのはこんなに美しい方、私はそれで本当にもうびっくりしちゃったんですけれども、はいはい、坂口安吾っていう有名な作家、私も学生時代ハマった人なんですけど、うん、その方がこの矢田さんの恋人っていうか、うん、もう好きで好きでしょうがないっていうような手紙残していたり、うん、そういったことも今回の矢田展ではまた改めて確認もしてちょっと嬉しかったんですけど、うん、なんといっても37歳という若い、本当に若い年にですね亡くなっちゃうんですよね、うん。でそういったことで、前回は高橋先生に解説をしていただいて、純文学という一つの本当に矢田さんのジャンルの一つ、後半のジャンルの一つをご紹介したんですけど、今回は別の角度からちょっとご紹介したいなと思ってます。まず、ちょっと改めて秋田文学資料館のこの展覧会、はい、展覧会というか矢田展は8月の31日まで行われてますので、没後80年展ですね、はい。まだまだ時間がありますの で、はい、でその前にちょっともう一回私映像を撮ってきましたので、以前撮った映像を皆さんにご覧いただきましょう。ちょっと前に撮ってきたやつ、はい、撮り直したやつですけど、ちょっとご覧ください。はい、つせ子とその時代という年表をずっと見るだけで楽しいんですけど、はい、最初に水鏡というね、これ未発表作品、最後のやる矢田さんが最後に書いたと思われるっていうか書いたものなんです。これを筆頭にずっと並んでいて、奥の方にはですね、代表作である第3回の芥川賞である神楽坂という作品、はい。そして先月前回はご紹介したみぞれというね、今までこれもまた未発表の作品なんかも、メインの展示としてありました。はい、はい。下には生原稿とともにですね、創作ノートといって、これは神楽坂のいわゆるキャラクターをね、一つ一つ抜き出して、彼女はこういうふうに分析をして緻密なノートとして残していたんですよね。でストーリーなんかも本当にね、本当に緻密な方だったんだなって、この時代の純文学を目指した矢田つせ子さん、はいはい、こういったイメージで前回はお伝えしたんですけど、うんうん、今回はねちょっと違った観点でご紹介しますね。うん、はい、2つあるんですけど、1つはね、矢田さんのね、脅威っておかしい、交友関係なんです。交友関係、この矢田展ではですね、このパネルも掲示されているんですけれど、これは矢田さんが中心にやって、周囲に当時の文豪たち、ちょっと見にくいんですけどね、川端康成さんだったり、著名な方がそう、横光隆一さんだったりで、横光隆一さんと私、川端康成さんってファンなので、昔はずっとファンでしたので、直筆の手紙があったんですよ。まず横光隆一さん、矢田さん宛ての手紙なんです。はい、はい。でこれも直筆があって、これは横光さんの文字なんだと思ってちょっと嬉しくなったんですけど、そうか、ファンとしては、はい、これはね、彼女の作品である草園、鳥の巣の巣に燕、燕って書いて草園という作品があるんですけれども、これを見て感想を書いてるんですよね。2行目に草園ってありますよね。で大変非常に評価したっていう文章です。大変よく読みました、よくお書きになりましたというね、横光さんらしいですね、こう優しい文章で、もう一人のね、川端康成さん、この直筆の手紙も矢田さんにあるんですが、矢田さんに送られてるんですけど、これが川端さん、うん。でね、非常に文体は柔らかいんです。病床にちょうど矢田さんがいた頃で、お体の具合はどうですかって始まるんですけど、うん、その次が衝撃的で、これも草園のことをね、多分書いてると思うんですけど、期待していたほどには
感心しませんでしたって何気なく書いてあるんですよ。そんなこと。それがちょっとこうね、パネルにもあったんで、ちょっと衝撃。最初のお体の差し支えのない限りここはいいんですけど、すぐに読んだんだけど操演というものを非常に期待し楽しみにしていたほどには感心いたしませんでした。一口で言えば全体に薄い感じ。これをね穏やかな文章で書かれると辛いですよ。いやでもこれは親しいからこそだと思うんですよ。お手紙ですかね。川端さんは評価もしていたし、だから病床にあってもやっぱり矢田さんを励ますつもりだったと、私は思ってるんですけどね。そうですね。ちゃんと思ってることをしっかり伝えるっていう、そういった意味でね、やっぱりこういう素晴らしいっていうか先輩たち、そして文豪に囲まれて矢田さんはいた、これが一つこういう環境を確認した。二つ目はね、例えば矢田さんって前回紹介した通り神楽坂に あるように純文学の作家だとずっと思ったんですけど、彼女のね、その 前期の作品、コントとかのエッセイたくさん書いてるんですけど、今それにハマってます。でね、とても面白い写真が3つあって、とても美しい矢田さんと言ったらいいんでしょうか、3枚ほどあるんですけれども、ちょうどこの時代って大正時代のロマン、大正ロマンの時代、モダンガール、モダンボーイが闊歩した時代なんです。大正終わりから昭和初め、まさにモダンガール、モボですよね。モボ。右側が、矢田さんですよね。モが。で、真ん中のちょっとクールな形じゃないや、吉田さんって方で、左側が大谷さん。これは、矢田さんの大親友なんです。それからどんどんまだ美しいの見つけてきてましたんで、これなんかね、当時のグラビアの、いわゆるその表紙として、写真としてですね、撮影したものなんですけど、これはちょっと女優さんですよね。はい。で、吉田さんとのツーショットもこれかっこよくて、これが昭和の初期でこんな方がこうちょっといればね、モデルさんですよね。そうですね。2人とも本当の女流さん、女流じゃない、女流っても言っちゃいけないんですけど、作家なんですよ。はい。これにちょっとびっくりしたっていうことで、ちょっとね、矢田さんのその私が気に入ったエッセイ、もしくはコントと紹介したいんですけど、コント、はい、面白いんですよ。昭和5年だと思うんですけど、自由化、獣化した男二三というタイトルで、ちょっとあるこの前週に収録されているんですけど、はい、獣化した男二三、はい、獣化と読むと思うんですよ、獣みたいになったっていう、獣化した男二三かな、ちょっとご覧ください、エッセンスをね、私なりに書いてみました。まず狐男恋愛技巧がうまく老快であると、最初から尻尾なんか出さない、この人に対しては尻尾があるかどうかをきちんと見極めなければいけないと、女は理性的でいなければいけない。矢田つせ子さんがいろんな動物に例えて男の人を表現しているのを、いろんな男さんでね、男性のタイプを、ね、分析してるんです。そして今出たのが狐男、はい、続きましてね、今秋田で話題の熊さん、熊さん、熊男さん、こちらこれちょっとね激しいんですよ。西村さんがあれですよね、はい、オリジナルで AI 画像を作ったんですよね。そうなんです全部こういうイメージでね、行動に躊躇がないというので、それが男の矜持であると、これが男だっていうふうにいつも言うという、こういう人たちに対して、このタイプの男たちに対しては矢田さんはね、甘い顔しちゃいけない、こういう人に甘い顔をするのはダイナマイトに点火するのと同じだって書いてるんです。まだまだあるんですよ、はい、ちょっと気に入ったね、詐欺男いや面白いですね。いつもね、試作ちょっと首をかしげながらね、はい、直立しているみたいなイメージだそうです。でも特徴的ですね、はい、これは何ですか。これは鳥ですよね。鳥ですね、詐欺男か、はい、で、ポーズがね、この人の命なんだって矢田さんは言ってるんです。で、床のいわゆる床の間の置物としてはいいんだけれども、絶対に女性の良き相手にはならない。もっとねかわいそうだったのは次のね、羊男。私は羊好きなんですよ、だけどもね、これはあんまりひどいな、従順でこれはいいんですけど、入虐っていうか、これはもう
なんちゅう軟弱みたいなことなんですけど、弱くて確固たる意志もないっていうとなんかドキッとしますよね。ああそれを劣行した男には引っかかっちゃいけない。多分羊男っていうのに対して、こういうタイプの男性に対して矢田さんはあんまり関心を持たなかったんだなって気がしますよね。ということはその矢田さんご自身がいろんな男性を冷静に見て分析していたという、これだけの美しさを持っている女性を誰もほっとかないですよね。沢口さんさんもそうだし、でいろんな人がね、多分こう彼女に近づいてきたと思うんですけれども、彼女は冷静にそれをね見ていたんですよね。これはちょっとねその変遷ぶりをね AI で私書いてみたんです、はい、これもしかしたら高橋先生はじめ矢田さんの本当のファンには怒られるかもしれないんですけれども、矢田さんがこうライティングスタイルが変化し、つまり書き方が個性が変わっていった、はい、その変化をちょっと書いてみた、AI で作ってみたんですけど、西村さんが矢田さんを思って描いた、はい、若い頃、はい、そしてだんだん30代みたいな動画、最初若い頃はもうね本当にこう夢に満ちた純文学を目指す少女、あというか、まあ、文学少女ですよね。で真面目にきちんきちんと取材を積み重ね、書いていく。である時から少しずつおしゃれになり始め、何か思うようになる、はい、で最後にはちょっとクールに男性たちを見つめてちょっと北総 M、そんな感じなるほど。いや美しい、もうね矢田さん芯があって素敵な方ですね。どんどんイメージが、ね、最後に大切なお知らせをしなきゃいけないんですけど、はい、まあ、はい、今のお話を聞いて矢田つせ子さんのことをもっとね知りたいとか、ね、興味の持った方はぜひ7月28日日曜日に秋田文学資料館で矢田つせ子の現在地の講座があります。そうなんです、秋田県立大学副学長高橋秀春さんによる講座です、はいはい、定員が30名になっていますね、そして入館聴講無料なんですが申し込みが必要です。お電話していただいてですね、はい、現在地というふうなタイトルなんですけど、もう矢田さんのいろんな面をですね多分高橋先生は解説していただけると思うので、はい、まあ、前回紹介した未発表作品であるみぞれ、はい、そして最後まで書こうとしていた水鏡という、もの未発表作品、そしてそれの背景、それぞれの文学の背景というのをですね、高橋先生分かりやすく解説していただけると思うので、はい、私も楽しみにしてます、はい、お問い合わせが電話番号、はい、018-884-7760 018-884-7760 までお願いいたします、はい、さあ西村さんが今、ね、矢田つせ子にすごく夢中になっているということですが、最後にまとめて矢田つせ子さんのことをちょっとお伝えいただけますか。本当にね今まで一部なんていうの美しい女流作家、女流作家っても言い方はもう失礼だと思っているんですけど、ただあまりにも美しすぎてねいろんな妄想を持っていたんですけど、純文学、文学にもうちょっとね彼女の書いたものをじっくり見ていこうと思ってるんですよ。できれば最後の作品の川端康成さんがあんまり評価しなかった水鏡なんかも、なんか見たかったなって本当に思うんですよ。ですからもう一回矢田さん の魅力というのをみんな感じていただいてですね、新たな研究が進んでいけばいいなって私は思ってます。はい、はい、ありがとうございます。今日はですねパート2ということで、はい、秋田深掘り皆さんにご紹介いただきました。中華した男いいでしょ。いや本当に西村さんは何男だったんですか。私はね羊年なのねだから羊男私書かないと思ったんですけどねこれやられちゃうとねなかなかこうした男に引っかかるとその声は悲惨なことになるすいませんって感じおかしいですね、まあはい、いろいろ想像すると面白い矢田つせ子さんのね世界観 で、世界観ですか、はい、ご紹介させていただきました。私自身の妄想でもあるので、はい、はい、ありがとうございました